長沼高貴は日本の大倉官僚、実業家、文芸評論家である、東京出身、経済学博士であり、柔道家であった、孫に俳優の平沼正貴など、品川人上小学校を経て、東京府立一中入学、同期に高見淳、行部陣ら、一中では目黒雅美の英語の授業や、柔道など、体育の授業に親しむ、 旧姓静岡高校時代にシャーロック・ホームズなどの探偵小説に出会う。また成功時代に生涯の名友となる塚本健保と知り合う。この頃、柔道五段の腕前となる。1929年に東京帝国大学法学部政治学科卒業、大倉省入省、銀行局配属。入省同期に福田竹雄、前尾重三郎、吉村誠一など。 一高、東大にあらずんば、人手なしという当時根強かった、庄内空気にあり、暴流派にあったが、官銀出身の馬場栄一増将時代に入ると、時の軍部の動きと連動した、革新運動の最中か大幅な人事刷新が行われ、山田達夫が主税局長に、松熊秀夫は主税局国税課長に、長沼は銀行局事務官から、増将秘書官にそれぞれ抜擢された。 同時に、省内主流派の津島十一次官が退任、茅尾紀則主計局長が理財局長に、石渡総太郎主税局長が内閣調査局調査官、青木和夫理財局長が台湾事務局次長へ移動となったが、主に長沼がこれらの刷新策を練り上げたものだと言われた。その後、馬場の内務大臣就任と共に内省秘書官となったが、馬場も急世。大倉省では、 公銀出身の結城と与太郎が増章に担がれ、山田達夫は大阪造兵局へ広瀬と与作や長沼らも飛ばされ、長沼も関東へ移動となった。1938年12月、南市海軍特務部,部、翌1939年9月、公安委員課中連絡部署機関関東初代事務所長に着任し、品服をまとって、主に中南市方面で、 特務工作任務を担う長沼機関を作った。この頃に、里見はじめらと地域となる。日本軍の隠れ身のとして、上海にあった、里見の広沈み全道を通じた変売売を、岡崎カ平たらと、終戦間際になって止めさせようとしたが、塩沢清信から干渉が入り頓んざした。1941年6月、大倉省預金部資金運用課長に、 1943年11月、軍需省総務部総務課長となり、省内全般を取り仕切る。1944年12月、専売局塩農部第一課長。軍需省から本省へ帰るとき、石渡総太郎が長沼の能力を買っていたため、その引きがあったと言われている。続いて1945年9月に塩農部長となり、後の時間時代に、 官房長を務める森永定一郎を塩農部第一課長に引っ張ってくる。塩農部では国民生活に欠かせない塩の特艦輸送を観光し、また時給制限の創設に携わった。管理局長では GHQ との交渉で膨大な終戦処理費の使用や台湾銀行や朝鮮銀行などの外地の銀行の資産の始末をはじめとする。 在外財産問題や連合軍財産、ドイツ財産問題に携わる。またこの管理局長時代には、ホームズ研究で警視庁の刑事らが長沼の部屋に頻繁にラベリに来ていた。1949年、大倉事官となる。在任中、大倉事務次官に解消。池田隼人蔵省のもと、朝から酒飲んでるやつに頭のいいやつがいるわけないと言ったのがゴシップとして、 騒がれ、自ら辞表を提出し大倉省退官。理由として、池田は公職追放になるべきなのを生き残り、上がいなくなって時間に就任した。その時間時代から池田のいいところが出たが、それまでは昇進欲々としてどうにもならない官僚だった。それゆえ池田を内心では尊敬していなかったのが大きな理由だと言われていた。 1958年3月31日から1959年4月17日、厚生取引委員会の委員長。1961年2月首相の諮問機関として、総理府に設置された公営競技調査会の会長に就任。同年7月に公営競技調査会会長として、公営競技に関する現行制度と今後の基本的方策についての答申の件を取りまとめ。 池田首相に提出。公営競技の規模について、現状維持の方向を打ち出す。1960年1月27日、法学部出身ながら、最低賃金に関する若干の考察で、早稲田大学から経済学博士号を授与された。その他、随筆集に平行線があり、和漢の散歩では、松尾芭蕉、与佐武村が李、理白。 徒歩などの死刑をそっくりそのまま俳句に取り込んでいるとしている。管理局長時代の部下であった以来信仰のあった高木文雄の結婚のオナコード。また、大蔵省以来の親睦を兼ねた長沼会は森永定一郎、庭山圭一郎、村上はじめ、小川淳一らが構成員だった。その後は日本コロンビアの会長、日本のシャワロキアンの草分けで、 ベーカーストリートイレギュラーズの唯一人の日本人、会員だった。また、江戸川乱歩小選考員を第1回から第14回まで務める。ありがとうございます。